カーブ引っ張ってサード取れません。ブラッシュは三塁に向かう。浅村ボールツーストライク。外の球を打ってライトだ。打球が伸びていく。ライトが下がっていって見送った。浅村2試合連続、今夜は逆転の一発となりました。昨日に続く右方向への打球、今夜も伸びていきました。ヒルト浅村選手、今シーズン第2号のホームランです。ホームランです。レフトへ高々と上がった打球、レフトは見送ってどこまで行く。中段まで運んでいきました。浅村の一発、右方向、大きな当たりだ。ライトの上空を襲う。浅村の勝ち。出た、4試合連発。さすが12球団ナンバーワンの成績、ここまで見せつけてます。第9号スリーランホームラン。その1球も決めきれてないからこそこうなってるんです、うん、浅村ライト下がっていく、下がっていく、諦めた、入りました、ホームランです。浅村ホームラン、今シーズン第10号。もちろん2桁はトップ。ゆっくりと三塁キャンプ、打棒でしたからね。そして左中間、強い打球届きました。第12号、そして打点がトップ42。さあ今日先発の涌井年後点、まあもともとは、ね、自動スタート、2アウト。三遊間は破っていた浅村ヒット。またここで三塁一塁の形、2アウトではありますが三塁一塁。右方向へ速いボールが来てヒットになりました。1人目、2人目が帰ってきた。もう1人は三塁を回ってストップです。今日もタイムリーヒット。浅村2点タイムリー、ツーベースが生まれました。3対0から5対0。ホークスバッテリーも追い込んで、あの速いボールでですね。